平成23年3月11日、東日本大震災が発生。死者、行方不明者が2万人以上にも上る未曾有の大災害となった。それから10年近く画たとうとしていた令和2年、とある一冊の漫画単行本が注目を集める。私が見た未来。漫画家、辰木良氏が平成11年に発表した作品集である。この中に収録された作品の一つで、辰木氏自身が見た大津波の夢を取り上げている。さらに、表紙には、大災害は2011年3月という文言があったことから、東日本大震災を予言した漫画として一躍有名になった。1975年に漫画家としてデビューした辰木氏は、同じ頃、自身が見た夢を夢日記として記録するようになった。そして、夢の中で見たのと似たような出来事が、後になってから現実世界で起きるという現象に何度か遭遇するようになった。私が見た未来の中でも、ロックバンド、クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーの死や、叔父の葬式で起きる出来事などを夢で予知していたことが描かれている。辰木氏が見た夢の一つに、例の大津波の夢があった。夢の中のその年は春になっても気温が不安定で、小さな地震があちこちで起こっていました。ある夏の日、轟音とともに津波が迫り、逃げ惑う人々の叫び声の中で私は意識を失って。漫画家として活動していた辰木氏は、自身が見た夢をもとに一つの作品を書き上げ、その中でこの津波の夢を取り上げた。こうして完成した漫画、私が見た未来、は、1995年、オカルト系の漫画雑誌に掲載された。90年代も終わりに近づいた頃、辰木氏は漫画家引退を決めた。最後に、今まで発表したいくつかの作品を、作品集として単行本化することが決まり、私が見た未来、も収録されることになった。この単行本の表紙を書いていた頃、辰木氏は奇妙な夢を見た。真っ白なスクリーンに、大災害は2011年3月、という文字が浮かび上がる夢。表紙のデザインに苦労していた辰木氏は、この文章を表紙に挿入することにしたのだという。こうして、彼女にとっての最後の単行本が刊行される。単行本のタイトルは夢日記を元にした漫画と同じ、私が見た未来。この本の発売を最後に、辰木氏は漫画家を引退した。それから12年後の平成23年、国内観測史上最大規模となるマグニチュード 9.0 の巨大地震が東日本を襲った。この時、辰木氏自身は、大災害は2011年3月という記載を全く覚えていなかったそうだ。そして、令和2年、都市伝説などを紹介するオカルト番組で、私が見た未来が取り上げられた。発表から20年以上が経っていたこともあり、私が見た未来は絶版状態で入手困難になっていた。そのため、急遽、新たな出版社による復刻版の発売が決まる。令和3年7月に、私が見た未来完全版が発売されることが決まったのだが、この締め切りの直前、辰木氏は再び奇妙な夢を見たという。平成11年に見た夢と同じように、白いスクリーンに文字が映し出される。本当の大災難は2025年7月。令和のノストラダムスとして注目を集めた辰木氏だが、彼女自身は自分のことを預言者だとは思っていないという。そして、自身の役割についてこのように述べている。私の漫画や言葉に多くの人が目を向けてくれています。だとすれば、今後起こるかもしれない災害への警鐘を鳴らすことによって被害を最小限に抑えることができると思うのです。私の役割は、その日が来るまで災害への備えを促していくこと。自分が不思議な夢を見た意味を今はそんな風に解釈しています。2025年7月に大災害が起こるという予知夢が当たるかどうかは、その時になってみなければわからない。その日が来るのは100年後かもしれないし、もしかしたら明日かもしれないのだ。東日本大震災から今年で12年。辰木氏が見た夢は、震災の記憶、教訓を忘れぬように、という、我々への警告なのかもしれない。